今朝、宮崎市内の一部の地域で停電がありました。現在は復旧しています。九州電力によりますと、5分以上の停電があったのは、宮崎市の大橋やわちらなどのおよそ320個で、8時55分に停電が発生しました。わちらの交差点では信号も停電し、手信号で車を誘導する姿も見られました。 今回の停電は、カラスが電柱に作っていた巣が原因で、巣を撤去したことで30分後に全面復旧したということです。この時期は、鳥が卵を産むために電柱などに巣を作ることが多いため、九州電力では電柱に巣を見つけた際には連絡してほしいと話していました。